ドミニク・ボナは、フランスの小説家、電気作家。女性がカベルト・モリゾ、女性彫刻家、カミー・ユ・クローデル、ダリの妻、ガラ・エ・リュアール、アンドレ・マルローの妻クララ・マルロー、ポール・バレリーの最晩年の恋人・ジャンボ・ワリエなど、女性の電気を多く表している。ルノー・ド賞、アンテラリエ賞、コンクール・電気賞などの権威のある文学賞を受賞し、2013年に、 アカデミー・フランセーズ会員に就任した。ドミニク・ボナは1953年7月29日、南仏のペルピニャに、ドミニク・アンリエット・マリー・コントとして生まれた。父・アルチュール・コントは、歴史学者、作家、政治家で、ORTF 会長を務めた。砲約に、ヤルタ会談世界の分割がある。弟のピエール・コントは、出版社エリーティスの最高経営責任者である。 地元のコングレガシオンデダムドサンモール修道会の私立校で初等教育、パリで中等教育を受け、7区のリセビクトルデュリューを卒業。さらに、パリ第4パリソルボンヌ大学に進学。パリソルボンヌ大学で修士号を取得し、1975年に現代文学の一級教員資格を取得した。修士論文は12から13世紀文学における、 妖精と魔女である。1981年に最初の小説、盗まれた時間を発表。1987年には最初の評伝、ロマン・ガリーを発表した。この間、文芸評論家としても活躍し、1980年から1985年まで、ル・ッコティディアン・ド・パリ、1985年から2004年まで、フィガロリ・テレール、 2004年以降は、ルジュルナルディュ・ディマンシュ・フェーミナ版に記事を掲載している。また、ラジオ局フランス・アンテル、フランス・キュルチュールの文学番組も担当した。2013年4月18日、アカデミー・フランセーズ会員に就任した。マルグリット・ユルスナール、ジャクリーヌ・ドローミリ、エレーヌ・カレール・ダンコース、フロランス・ドゥレ、アシア・ジェバール、シモーヌ・ベイユ、 ダニエル・サルナーブに次ぐ8人目の女性会員である。就任式でボナの演説に答えたジャン・クリストフ・リュファンは女性を会員として選出すべきか否かを議論し、結論は常に否であった時代が過去のものになったことを称えた。ルノード賞と地中会賞の審査員を務めている。ありがとうございます。